アレクサンドロス・マルガリティス・マルグリットス、1984年9月20日体はドイツのレーシングドライバー、ドイツツーリングカー選手権に参戦していたことでよく知られる。マルガリティスはギリシャとドイツ両方の国籍を持つ。マルガリティスは1996年にカートレースを始めた。1997年には ICA ジュニアクラスに参戦。 ランキング2位となる。続く2年間はドイツで国際ジュニアクラスを戦い、1999年には4位となった。翌年にはフォーミュラ BMW アダック選手権に参戦、シングルシーターでのデビューを果たす。2001年には3度表彰台に上り、ポールポジションを1回、シリーズランキングは6位となった。その後フォーミュラルノーに参戦、ランキング7位となる。 続いて、フォーミューラ3にデビューした。初年度は、表彰台1回、ポールポジション2回という成績で、2004年も継続して参戦した。マルガリティスのドライブするメルセデス。2006年2005年、マルガリティスはツーリングカーに戦いの場所を移した。彼は、ミュッケモータースポーツと契約した。2004年仕様のメルセデスをドライブし、ポイントを獲得することはできず。 最高位はスパフラン・コルシャンでの9位であった。翌年パーソン・モーター・スポーツに移籍、チームのサードドライバーとしてマテア・スラウダ、ジャン・アレジと共に戦った。シーズンでは11ポイントを得、ランキング11位となる。最上位はホッケンハイムでの5位であった。翌年もパーソンとの契約を結び、ボールリレスタ・ゲイリー・パフェットがチームメイトとなった。 この年は16ポイントを得て、ランキング10位となり、4位に2度入賞した。2008年2月27日、マルガリティスは DTM から撤退し、他のクラスに転向することを発表した。理由は、ファクトリー仕様の車両が与えられなかったことによるものであった。2008年には、フェニックスレーシングからコルベットで、スパフラン・コルシャン24時間レースに参戦した。 2011年には、アダック GT マスターズに BMW アルピナ B6、GT3 で参戦した。ありがとうございます。